こんにちは、ナノユニバースメンズバイヤーの福島祐介です。はい、アシスタントの広瀬美香です。よろしくお願いします。こちらの番組ではナノユニバースのメンズバイヤーである福島祐介さんがセレクトしたアイテムをテーマごとにご紹介していきながら、かっこいい大人を目指していこうという番組になっているんですよね。はい、そうです。ちょっと硬いですか？違う、硬いです。硬い。全然硬いです。あ、じゃあちょっとリラックスして。そうですけど、ちょっと初回だからかしこまった方がいいかなと思ったんですけど。普段からかしこまる人なんですか？普段はちょっとふざけちゃいます。何がおかしいですか？普段はね、ちょっとふざけちゃいますね。でもね、全然なんかもうリラックスしてやってもらえれば。いや、じゃないと僕も、はい、ちょっと緊張してたんで、ちょっと普段のあれ出せない。普段のあれ。そんなね、記念すべき第1回目のテーマ、何でしょう？こちらです。シャツを制するものはファッションを制すということですよね。でかいこと言いますね。シャツ、シャツ、シャツね、シャツ、はい、普通にシャツです今日。これどういうことなんですか、ね、いや、シャツ選びが大事ですよっていうのは、うんうん、ちょっと結構メンズファッションの中だと割と、うんうん、なんだろうな、シャツダサいとダサくないですか、お互い。確かに、いやでも本当シンプルなシャツをかっこよく着こなす人ってすごくかっこいいですよ ね、うん、だからその辺をちょっとかっこいい目線を入れつつ、はいはい、女子目線も入れてもらって、はい、なんか今日はいいシャツ、大人のシャツって、大人のシャツ選び、なんぞやみたいなやつを、はい、ちょっとやっていけたらなと思って。ちょっとじゃあかっこいい大人の流儀というか、はいはいはい、教えてください。ぜひともよろしくお願いします。お願いします。じゃあドレスシャツと、うん、はい、まあまあカジュアルシャツと、はい、まあ、シャツの中だと、まあ、結構 この2つが割と、うん、主流になってくる、うん、主流で、うんうん、まあ、ちょっとまずこれ1個、まあ実際見てもらおうかなと思ってて、これ一般的なシャツですよね。これね、一番いわゆるレギュラーカラーっていうシャツで、レギュラーカラーっていう、はい、まあ、ここの部分か、カラー、はい、カラーっていう襟のことカラー、襟のことカラーって言うんですか？え、初めて知りました。ここの人のシャツだとなんとかカラー、うんうん、なんとかカラーって、まあ、いっぱい種類があってありますね。男の人のシャツって難しいですよね、選ぶの。カラーの種類と、あと生地の種類ととかでこう分類しだすと2、30種類ですよって言われてるのがシャツなんで、これちょっと触ってみてもいいですか？ぜひ。これ一番ベーシックですよね。これが一番ベーシックです、レギュラーカラーっていうやつ、うんうんうん、でもこのシャツは基本的にはもうフォーマルというか。そうですね、なんかこれか普段着としては使わないですよね。あ、まあ、ね、そうですよね、ほぼ使わない。でも、うんうんうん、やっぱりこれをベーシックに持ってきちゃうと、はい、他の襟型っていうのが、うんうんうん、結構、まあ、特に今日この辺とかこれがね、あー、すごーい、また全然違う形に多分見えると思うんですけど、かなりね、まあ、素材がまず違いますもんね。そうそうそう、これはね、もうボコボコしたちょっと生地で、まあ、これ今年すごいトレンドなんですよね、うん、よく見ますよ ね、この辺は。で、これまあ襟の、ね、形が大きく違うんですけど、これは何て言うんですか、これがレギュラーじゃないですか、はい、でこれをね、はい、スパッてこうカッターで切ったような襟になると、これになるんじゃないですか。あ、本当 だからこれカッタウェイって言うんですよ、このシャツ。カッタウェイ、カッタウェイっていう、カッタウェイ、ちょっと気に入っちゃいました。そう、カッタウェイってカッタウェイシャツって言って、初めて聞きました。へえ、そう。ちなみになんですけど、このシャツ着た時って何を合わせたらいいんですか？あ、でもこの形は、うん、開きがすごくもうほぼ水平に開いてるので、ネクタイがすごい綺麗に収まるんですよ。へえ、あとは、うん、やっぱり開けてきた時に、うんうん、すごいここの表情が、襟元の表情がすごい綺麗に出て、でかつこれ、うん、あ、かわいい。そう、ここにね、このジャンネットっていうこのブランドのシャツは太陽のマークがすごい。かわいくないですか？これは開けてきてねっていう意味なんですか？あ、そうです、これを見せてねっていうことなんですかね。見せた方がいけてるぜみたいな、うんうん、あら、ちょっと大人の遊び心、ね、イタリア人の遊び心がちょっと入ったシャツで、あら、ちょっと陽気なんですよね、心を作ってる、うん、太陽大好きで、ちょっと黒くて、肌黒くてね、もう開けて着るっていう着方なんですね。そうそうそう、夕方からお酒飲んで音楽でワイみたいな、そういうノリの地方の、まあ、ブランド、だからちょっとこう遊び心があるんですけど。あ、そうなん、福島さんもプライベートで着る、もう僕めっちゃ持ってますよ、このジャンネットのシャツ。そうなんですね、最近もう、もうこれしか着てない。ちょい悪ですね、すげー悪です。すげー悪すげー悪です。結構大きく出ましたね。すげー悪ですけど、すげー悪なんですね。まあ、でも、でもなんかちょっと
可愛いですね。可愛いですよね、うんうん、遊び心があって、なんかこれネクタイをして、まあ、例えばこの生地だとちょっとお仕事とかね、あれかなと思ったら、まあ、このジャンネット、うんうんうん、このシャツ、こういう生地も出てますんで。あ、そうなんですね。出てます、この形でこの生地も、そうです、これちょっとブロードとかちょっと落とすっていう、うん、まあ、これは可愛い、可愛い、女の子からも女子受けいいんじゃないですか。でもそれを狙ってきてます。あ、もうそれしか狙ってない、それしか狙ってない。やっぱさすが福島さんです ね。お仕事に来ていって、はい、夜、まあ、女の人とお食事に行った時にネクタイパッと外して、ちょっと変えてボタンポンポンって外した時に太陽がパーンって出たら、いやらしいみたいな、この人。そういう大丈夫、もう暴走してません、大丈夫ですか。してないです、してないです、してないですか。そう、でもなんかかっこよくないですか、その方が、うん、なんかこの人こういうところにもなんかおしゃれ、1枚のシャツだけど、うん、いろいろ着方によって、 そのシチュエーションによって変えてるんだなみたいな、まあ、昼の顔と夜の顔みたいなね。いや、そういうことです。あー、なるほど。またさらにジャンネットのシャツをちょっと続けて紹介なんですけど、ジャンネット続きで、あ、さっきの襟型の名前なんですか。もう一回でこうお願いしてもいいですか。もう最後ですよ。もう最後で。勝ったべ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 。いい感じです。思いました。これ付き、これ付きの声で。はい、勝ったべでね。出口勝ったみたいな。これ次紹介したいんですけど。お、え、シャツですかこれ。これはね、シャツなんですよ。どうですか、すごいコーデュロイ素材ってか。存在感。え、待って待って、ベストとしかも。チーフまで、チーフまでついて、同じ、ちょっとハイレベルすぎません。いやでもこのぐらいやっぱりインパクトがあってる、うんうん、形はシャツなんですよ、だからどうやって着るんだろう。同じジャンネットの太陽のマークがついてて、はい、うんうん、ここにねありますね。そうです、そうです。で、これ別々でね、あの元々は、あ、そうです、そうですね、シャツだけとしても着れるし、シャツだけとしても着れて、ベストだけでも使える。これセット売りなんですか、ちなみに。いや、別、これはね、別々になってて、で、これ同じブランドジャンネットで、ね、本当ですね、トモ生地で出してて、なんかなかなかシャツとベストがセットになってるのが珍しいです。なかなかないですし、なかなかです。しかもコーデュロイオンコーデュロイって、そうです、コーデュロイオンコーデュロイインコーデュロイみたいな、イン、ね、チーフもコーデュロイ、そうそう、チーフもコーデュロイなんで、これちょっと一般の方大丈夫です。いや、もうこのレベル高くないですか。全然大丈夫だと思います。本当ですか。むしろインパクトはでかいんじゃないですか、まあ、ね、忘れないでしょうね、きっとね。でこれどうやって合わせるんですかね。普通にこういうグレーのパンツとか、あ、こういったパンツに合わせちゃうんですね。できれば薄い色の方がやっぱりメリハリが福島さん流はっきりするかな、ね、こういうちょっと秋っぽい、こういうブラウン、うんうんうん、こういうのもちょっとかっこいい。結構生地の特徴がすごい出るので、まあ、コーデュロイ、ね、はい、ちょっとテカッと光沢が、ね、うんうん、ちょっとだけ光沢感ですね、素材なので、うん、まあ、できればちょっとこうウールのね、落ち着いた色とか、ちょっとダークトーンのこう面パンみたいな、なるほどね、確かに合いますね。これとかすごい秋らしくて、すごい大人っぽいと思います。色味も意外とシックですよね。そうそう、大人っぽくて、この辺全然良くないですか、デートに。いや、うん、かっこいいです。意外とほら、意外とね、いい感じになってきて、意外とこうやって合わせてみると、ね、落ち着きますね。かっこいいと思います。で、うん、この上に、まあ、もうちょっと寒くなってきたら、うんうん、普通にジャケットを着てもらうっていう、さらにジャケットを、そのまま、その上にジャケットを着てもらう。へー、今年このコーデュロイってすごくトレンドなんですよ、また。なるほど。そうです、この秋冬は、うんうん、あのこのコーデュロイ素材っていうのが、まあ、シャツもそうなんですけど、ジャケットにも使われてて、はい、パンツにも使われてて、確かに結構見ますね、もうね、すごく出回ってますよね、出てきてるので。でもね、僕もね、このチーフのコーデュロイはなかなかやるなと、なかなかね、上級者ですよね。上級者ですよ、だってね、あの手濡れてる時にさって出したハンカチがコーデュロイってどうですか、つけないでしょ。一瞬戸惑うけど、でもそう、あ、ありがとうって思いますね。おしゃれ、ありがとうって思います。一応あのこう、ね、こういう形のちゃんと、うん、あ、ね、ちゃんとしたチーフなんですね。そう、形になってるんで。へー、チーフってもともとね、ハンカチだから、女性にこうさっと、あ、あら、ね、たしなみまで。いや、でもジェントルマンですね。ちょっと出せないですね。どうです、こういうの着てる人、意外と言ってます、それとも、うん、いや、意外とかっこいいかも。意外とかっこいいですよ、うん、この辺は。まあ、ティアモさんもこういうの着てね、きっとデートをしてるんですよね。そうですね、うん、基本的には
基本的には。基本的には基本的にはやっぱイタリアの。基本的にはデートしてます、うん、あで基本的にデートしてるんですね。基本的にはデートしてます、やっぱ常に。あそうするとやっぱこうやってね、ちょい悪な着方をいっぱい研究されて。そうです、そうです。すげ悪のね、すんげ悪のね、すんげ悪のでもやっぱこうなんだろう、あの男の人がおしゃれする理由ってやっぱりそこじゃないですか、うんうん、女の人とか、ね、まあでもそうかもしれないですね。ちょっとかっこよく見られたいとか、うん。じゃあ一通り紹介しました、はい、シャツね、本当にいろんなシャツがあるんですね、うん、同じブランドでも ね、いい感じにこう今日は紹介できたんじゃないかなと思います。本当にシンプルなものからちょっと個性的な ねものまで、うん、でも割とコーディネートによっては着やすいみたいな紹介も ね、はい、できたし、そうですね、すごい割と女子目線でそんなに悪くないっていう印象もついたのかなと思って、はい、あのシャツ単体で見るよりもこうやってコーディネートとして ね見ると自然に入ってくる。かっこよかったです。かっこいいですよね、はい。僕じゃあこれね、今日買います。あ、買います買います、買います。これはもうね、てか今日着てらっしゃるコーディネートもすごい個性的で。コーディネートも個性的ね。コーディネートこれどういったなんか主張あるんですか。あります、あります。もう主張だらけじゃないですか、これ。主張だらけ ねそうそう、なんかコンセプトがあるのかなと思ったんですけど、まあ今日はあの初回だったんでね、はい、なかなか僕のこともね、分かってもらいたいなって、うん、思いもありつつ、なるほどなるほど、知らないから、そうですね、先に僕がちょっと全部出しちゃおうかなみたいな、僕をさらけ出しちゃおうかなっていう、僕を全部先にさらけ出しちゃおうかなってい う、うんうん、いうファッション、あ、なるほど、そういうアピールがあったんですね。もうもうモリモリでしょ、いろいろね、柄もごちゃ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 してて、そうです ねどこ見たらいいのか分かんないです。そうですね、うん、でもまあそれがちょっと狙いでもあったりするんですよ。なるほど、何この人何を言いたいのみたいな、福島流、そう、何この人何を主張したいの、私に何を伝えたいの、うん、みたいな。でも最後には伝わってますか、いつも。伝わってます。あ、伝わっている。僕結構ストレートしてますね。僕結構ストレートに言うタイプ。あ、ストレート。そうそうそう、だから、うんうん、もう女性に対してはスパッと言うタイプです。あ、意外と男らしいタイプなんですね。ダメだったらもういや諦めないみたいなタイプなんで、結構意外と行くんですね。行きます行きます行きます。だから最後まで。そうですそうです。もうその方がね、もうはっきりしてていいじゃないですか。うん、なんか私はっきりしてる人の方が好きです。ね、そうですね。はい、なんかネチネチ行くよりも、そうですね。どう今日、うん、みたいな方がいいと思うんで。そうですよね。うんうん、まあ今日も初回だったんでね。うんうん、あの僕はもっと知りたい。広瀬さんのプライベートをもっと。プライベート。広瀬美香みたいなところもっと見たいですね、僕は。あ、ごめんなさい。私は仕事できてます。うん、僕は。若干やらしい気持ちで来てますそれは、はい、勝った上ですチャオ次週もお楽しみに勝った上。